ロータスフォート、またはロータス城塞はシェール社によって建設された要塞。周囲は約4キロメートルに達し、パシュトゥーン建築とヒンドゥー建築の両様式が絶妙に融合した最初期の事例である。ロータスフォートはジェーラム市の北西1 6トルに位置している。海抜8 1 8ル面積は12.63エーカー。この砦の北側には、 カーハーン川が大きく蛇行する形で流れており、また西の方角には東部大岩塩層で最も標高が高くなるティルラー城ギアーン丘陵がある。シェールシャーはこの城塞の名前をつけるにあたり、現在のインドビハール州にあるロータースガルフォートの名前を採用した。この地方はシェールが1539年に自らの王国のハントに加えた地域である。 ロータースガルは、ソーン川の上流域、北緯20度37分、東経85度33分にある。ロータースガルは、ソーラールアサのハリーシュ・チャンドラが息子、ローヒタースバにちなみ名付けた城塞である。シェールが、ロータスポートを建設した目的の一つに、カナウジの戦いで、インドから追放された、ムガル第二皇帝フマーユンのインド復帰を阻止する、目的があった。 ロータスポートは、現在のアフガニスタンとパンジャーブ平原を結ぶ、グランドトランクロード上にある。ロータスポートは、ペシャー・アワルカララホールへ至る、ルート防衛の要衝であった。第2の目的に、現在のパンジャーブ州に広がる、ポート・ハール平原に居住していた、諸部族を抑圧があった。これら諸部族は、フマユーンと同米関係にあり、シェールと、 友好関係を築くことを拒否していた。冒頭春平原に居住していたガーガル族は現在のスルタンプルにいくつかの要塞を建設しシェールに逆襲を展開した。これらの要塞は現在もその姿を留めている。ロータスフォートの外観。図の左側の部分がカーハーン側に面している。要塞は左側のインナーフォートと右側のアウターフォートに分けられる。 ロータスフォートは守備隊を駐屯させるために建設された要塞であり、3万人の軍隊を駐留させることが可能であった。要塞の地政学上の要請から厚い壁、罠が仕掛けられた、縄文3本の井戸を備えている。ロータスフォートは一度も後為戦を経験していないが、これらの設備により難航不落の要塞となった。要塞の建材の多くは、 近隣の村から集められた切り石で作られている。いくつかの部分ではレンガが使用された。この城塞の形は不規則である。それは東高線に従って城塞が設計されたからである。城塞の周囲は約4キロメートルに達し、全長5 3 3ルの壁が城内を二つに分割する。城塞には68基の両方が不規則に設けられた。 三本の井戸が掘られた。ロータスフォートの建設は1541年に始まった。この地に居住していたガーガル族は城塞の建築に対して協力姿勢を取ることはなかった。建設を指揮したトダールマルはシェールに対して建設が難航している状況を報告したが、シェールは建築に関して費用を削るつもりはないので建設に邁進してほしいと励ました。 とはいえ、ガーカル族のボイコットは、ロータスフォートの建設に大きなコストとして跳ね返った。ロータスフォートをめぐる城壁の高さはおおよそ10メートルから18メートルの間に収まる。厚さはおおよそ10メートルから13メートルの間に収まり、厚さによって2内し3つのテラスが設けられた。厚さの面で最大なのは、モーリーモンの13メートルである。テラスは、 手すり付きの階段と連結している。ロータスフォートに設置された両方においてマスケット銃を装備することが可能になっており、戦士たちはまた壁越しに溶涼した鉛を注ぐことができた。ロータスフォートは12の縄文を持つ。すべての縄文がキリン沈みで建設されている。ソハール門のズソハール門はシェールシャー時代に建設された。 ロータスフォートにおける最も恒例の石像建築の城門である。ソヘールの名前の由来は、門の南西に埋葬されている聖者ソヘールブハーリーである。長方形の形をしているソヘール門は、20門の形式を採用している。21.34メートルの高さ、幅20.73メートル、奥行き15メートルであり、中央のアーチ部は4.72メートルの幅がある。 ソヘールモンには内部、外部ともに、質素ながらも美しいひまわりをモチーフにした装飾が施されている。ソヘールモンには中央部のアーチ部の両側にバルコニーが設けられている。それぞれのバルコニーには小さなドーム建築が施されており、バルコニーの側面と底部にもまた彫刻が施されている。他のロータスポートの建築物が アフガンペルシャン様式による建築がなされているのに、対してソヘイルモンのバルコニーはヒンドゥー様式を採用している。ロータスポートのような形式を採用しているバルコニーはヘベーリーマンシンにも見ることができる。アーチ部の中央部には小窓がある。この小窓は両側のバルコニーとは異なり、簡素な造りである。ソヘイルモンは7つの欄干がある。また、従眼も備えており、 内部は三層構造である。ソヘール門の内部は外部と正反対で装飾はあまり施されていない。加えて、銃眼やバルコニーも備え付けていない。ソヘール門の上層階は、城塞内部に向けての窓が設けられている。シャーチャンドワーリー門は、城壁の使用部と礼拝堂を結ぶ門である。聖者、シャーチャンドワーリーにちなんで名付けられた。 彼はこの門の建築にあたり、宝灸を受け取らず、建築中に死亡した後に、門のそばに埋葬された。彼を祀る祠が現存する。この門もまた、二重構造を採用している。幅13.3メートル、奥行き8.23メートル、中央のアーチ部は幅3.66メートルである。カーブル門の図面この門は、城塞の西側に位置し、カーブルへ続くルート上にあることから、 カーブル門と名付けられた。カーブル門も二重構造であり、幅3.15メートルある。門の両脇には、両歩が設けられ、外側には5つの銃眼が設置された。門の南側は、シャーヒーモスクに面しており、人々はこの門のことを、シャーヒーダルワーザーと呼ぶ。また、階段移動が一筋角にある。シーシ門の図面シー,シー門の名前の由来は、 アーチ部分の装飾に美しいタイルが用いられたことにある。ロータスフォートのタイル技術は、後にラホールで洗練されることとなる。色は青色である。ランガー・ハーモンの図面ランガール・ハーニーモンは二重構造をしており、高さは15.25メートル、幅は3.5メートル、中央部にはアーチの開口部がある。ソヘールモンと同様にランガール・ハーニーモンにもまた、 小窓が備え付けられてある。ランガール・ハーニー門の両脇には2つの両方が設けられてあり、この門には台所や食料庫、井戸がある。この門の形式は L 字型をしており、外から入るとすぐに右側に曲がる必要がある。タワラーキー門は15.25メートルの高さ、13.8メートルの幅がある。両脇には両方が設置されている。 ターラークとは、離婚を意味する。言い伝えによると、サビールス・リー王子がこの門をくぐろうとした際に、突如激しい高熱に見舞われるという出来事があり、このことが悪い兆候としてみなされたため門にこの名が付けられたとされている。この門は、北側に位置し、カシミールにつながる門のため、このように呼ばれている。またの名を、モーリー門。この門は、 シェールの部下で最も偉大なハースハーンの名前にちなんで名付けられた。ロータスフォートの城門の中で独特の形をしているのは、この門がかつての GT ロードに直結しているからである。二重構造をしており、モ門は幅12.8メートル、奥行き8メートルである。両脇にはそれぞれ両歩と防御壁が設けられている。両歩には大砲が採用され、内門と門は 鏡のような関係性を持っている。この門の頂点には5機の縦眼付き教壁が設置された。この門の特色として他の門にはないが内側に向けても5機の縦眼付き教壁が設置されている点が挙げられる。内門、都門それぞれにソ祖ル門と同様ひまわりのモチーフの彫刻が施されている。この門もまた内外両面に向けられた窓が設けられている。 ガーカル族がシェールと同盟関係を築くことを拒否した際、シェールが彼らを討伐するために軍を起こしたことと、この門についての関係が認められる。シェールの遠征により、ガーカル族の族長と彼の娘を捕らえることに成功し、族長サーランハーンは殺され、彼の娘はハースハーンと結婚した。この門は高さ9.1メートル。 奥行き6.1メートルの一重構造である。対岸のガタリアーン村に面しており、ここは川が浅瀬となっているため、カシミール渓谷へ抜けるためにジェイラム川を渡るためには、外せない要衝であった。トゥッダーモーリー門は他の門と比べると随分小さい。城塞の東側に位置し、幅は2メートル。門のそばには両方が隣接している。 ピーパルワーラー門のもトゥッダーモーリー門と同様に小さな門であり、幅は2.13メートルである。この門は小さい門であり、両方が隣接している。この門のそばには井戸がある。サートは水を意味することからこの門の名前は付けられた。カーブル門のそばにある小さなモスクがシャーヒーモスクである。祈りを捧げる人々のための部屋と小さな庭がある。 シャーヒーモスクはロータスポートの中で最も装飾が施された建物である。部屋は長さ19.2メートル、奥行き7.3メートルある。小部屋は3つに均等に分けられている。城の内側からは3つのドームを見ることができるが、外側からは見ることができない。これらの3つの小部屋の脇には宗教指導者のための小部屋が設けられている。モスクの外壁は、 イスラームの陰文がカリグラフィーで刻まれている。ロータスポートのデザインは、後にシャージャハーンやヌールジャハーンの墓、あるいはラホール城のシャーブルジモンにも採用された。また、このデザインは当時のムガル帝国の効果が採用されているものである。ロータスポートには三つの階段井戸が存在する。それぞれの井戸が石灰石の層まで深く掘られている。 メインの井戸城塞の中央部に位置するのがメインの井戸である。この井戸で戦士たちのみならず戦像や馬群馬が水分を補給した。メインの井戸は148段の階段がついており、階段の幅は20センチメートルである。シャーヒーの井戸カーブル門の近くに掘られたのがシャーヒーの井戸であり、王族がこの井戸を使用した。60段の階段がついており、 王族が入浴するための小部屋も付属している。サールモンの井戸サールモンのそばにも小さな井戸である井戸がある。このサールモンの井戸は主に兵士たちが使用した。ラーニー・マハル、王妃の宮殿とは、ハベー・リー・マンシンのそばにある宮殿である。一層構造の建物であり、かつてはこの建物には4部屋があったとされるが、現存しているのは1部屋のみである。とはいえ、4部屋とも、 基礎部分は現存している。ラーニーマハルは、もともと、ロータスフォートが建設された当時から、ある建築物ではなく、ハベリーマンシンと、同時期に建設されたヒンドゥー建築の恒例である。現存しているラーニーマハルの高さは、約20フィートであり、建物の内壁、外壁ともに、美しい装飾が施されている。ラーニーマハルのドーム屋根は、花のような形状である。 ラーニー・マハルの屋根の内部は、花、幾何学模様、偽窓が施されている。ロータスフォートの門、あるいはモスクは、石で築かれており、その大部分には、アラビア文字で書かれた、カリグラフィー、ひまわりをモチーフにした彫刻が刻まれている。そのうちの一つが前日のシャーヒーモスクの内部であり、また、もう一つが、宗教指導者の小部屋の内壁に刻まれている。それはの彫刻には、 アラビア語であるラーフと刻まれている。同様の彫刻はシャーヒーモスクの胸壁の上部にもみ出すことができる。ひまわりをモチーフにした彫刻はシャーヒーモスクのそれぞれのアーチ部分の両側で見ることができる。これらの描写の多くがシャーヒーモスクに施されている。モスクの外壁、アーチの両側には6つのカリマと呼ばれるアラビア語の言葉がカリグラフィーで描写されている。 ここではアラビア語の処方であるナスフ書体が利用されている。CC 門ではタイル装飾を見ることができる。ムガル時代にタイル装飾が洗練され人気となっていった。したがってロータスポートによるタイルの使用はインドにおける最初の使用例と考えられる。タイルはラホールで製造されたものである。ダシハザマとは部屋の内部から 上壁の外に溶裕した鉛やそれ以外の厚い液体を排出するための小さい排水路である。壁の内部に向けて建設されたこれらの設備の数はロータスフォート内で100以上を数え、それぞれに美しく幾何学模様による装飾が施されている。ロータスフォートはアフガンペルシア建築様式によって建設されている。インドアタリクには アフガン人とペルシア人がこの城塞の建築の5世紀前には到来していた。ロータスフォートの建築以前ではアフガン建築とヒンドゥー建築が融和した形では存在したことはなかった。ロータスフォートは2つの建築様式が融合した最初の例である。ヒンドゥー建築の要素はソヘールモンのバルコニーヒンドゥー建築の様式で、 建築されたシャーヒーモスク純粋なヒンドゥー建築であるハベリー、マンシンの3つである。アフガン建築の要素は、実利的な建築スタイル上壁にレンガに変わって、石を使用したこと住居空間が存在しない、こと装飾が相対的に少ない点である。シェールシャーは、ロータスフォートが完成する前に死亡し、彼の没後10年経過すると、スール町は滅亡した。 フマーユンが15年の海外生活を終え、インドに戻り、ムガル帝国を再興した。フマーユンがインドに帰国すると、ロータスを通していたタタール・ハーン・カースイーは、ロータス・フォートから逃亡した。ロータス・フォートの軍事的性格のため、ムガル皇帝の間では、この城塞は不人気であった。アクバルのロータス・フォートの滞在は1日のみだけであり、ジャハーン・ギールは、カシミールへ移動する際に止まった。 また、ジャハンギールは、マハバット・ハーンによって、カーブルが危機にさらされた時に、再度滞在した。ジャハンギールの妻、ヌール・ジャハーンは、ラホールから軍隊を引き連れ、マハバット・ハーンに、ジャハンギールを解放するように命令した。ジャハンギールは、ロータスポートに軍隊を進め、しばらくの間、ロータスポートは、王宮の役割を果たした。その後、ジャハンギールは、 カシミールを経た後ラホールへ戻り、そこで死亡している。ジャハンギール以降のムガル皇帝の城塞の使用は、ほとんど解無である。というのも、ムガル帝国とが明る部族との間で、同盟関係が締結されたため、ロータスフォートに軍隊を駐留させる、必要性がなくなったためである。パシュトゥーン系のドゥダーニー部族連合は、ロータスフォートの重要性を熟知しており、彼らは、 ドゥッダーニー・朝の首都カーブルとの連絡のために、この城塞を使用した。ドゥッダーニー・朝が滅亡した後、宿王国が、この地方を支配した。宿王国の反応ランジート・シンが、ロータス・フォートに駐屯したのは、宿王国の将軍ハリ・シン・ナルワーが、ジャムルドで、アクバル・ハーンを中心とする、パシュトゥーン人の手によって殺害された方を聞いた時で、ある。この世界遺産は、 世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。現在、ロータスポートの大部分が良い状態で保存されている。シャーチャンドワーリーモンの中央アーチ部分は最近になって再建されたものであり、唯一建築当時の姿で現存しているわけではない。2005年、水の浸出と豪雨、そしてその状況を放置していたために、 ターラーキーモンの左正面が崩壊し、また、右正面の基礎部分と切り離された形となってしまった。ガターリーモンは、ロータスフォートへ入る門役割を果たしてきたが、時の経過により、門の右側の両方とそれを支える城壁が、雨水の浸水により崩壊している。ロータスフォートの保存は、2000年より、ヒマラヤ野生生物財団の協力を得ている。 財団の協力により、ロータスポートは、国際的な保存基準を満たし、観光拠点となっている。ヒマラヤ野生生物財団の協力は、ノルウェー大使館の保証を受けている。現在では、以下の事業が行われている。シャーチャンドワーリーモンの完全な復旧ハベリーマンシンの、保存ターラーキーモンとカターリーモンの保存ソヘール、モンジョーに設けたシェールシャー博物館の、 設立ロータスフォート内に存在する村落の生活水準の向上。ありがとうございます。